どうも、お酒はたちなってかまーせよんです。こんばんは。今日は2019年の9月の1日でございます。はい、今日は久しぶりにですね、黒霧島ロック飲んでおります。はい、いよいよ9月突入ということで、まあ婚姻屋のごとしではございませんけども、はい、時が経つの早いということで、私もですね、地元に戻りまして、5、6、7、8、9、はい、5ヶ月ほどね、経ったということでございます。で、昨日なんですけども、私、実家にね、戻ってたんですけども、ふるさと落語会っていうのに、まあ仕事終わりにね、行ってたんです。で、これ毎年恒例なんですけども、まあそこに、来られる、まあ、プロの落語家というのが、昨日は、林家ひろきさんと、春風亭三長さんという方だったんですけども、前一回だけ動画でね、ちょうど1年前かな ?2 年前か。2年前動画やってないか。林家ひろきというね、落語家のことをちょっと喋ったと思うんですけども、実は私の、まあ、同級生ですね、小学校、中学校と、まあ、一緒に過ごしておりまして、2002年に今林家菊夫っていう名前ですか、昔は菊蔵っていう、商店でもね、黄色い人です。商店の黄色い人、イアンバカンとかいう人まあ、あの師匠に弟子入りされて、2017年にね、まあ、真打ちに昇進ということで、まあ、本当ね、同じ地元の友達がですね、まあ、こうやって世に出て活躍しているということは非常に嬉しいことでございます。で、私もね、公演後には、同級生代表という形でですね、まあ、花束も贈呈させていただきまして、まあ、その後サイン会終わった後、少しね、同級生と話してたんですけども、まあ本当、まあ、プロのね、話し方と触れる機会というのはね、なかなかございません。で、私もね、まあ、一応 YouTuber 始めまして、こうやって喋って、ね、その録画したものをね、世にお届けしてるということで、もちろん質も何も、まあ、変わることはね、別に全く異なるものではございますけどもね、まあ、話すということに関しては、同じとこもありますので、プロのね、広木大先生にいろいろ話を伺いました。はい。非常にためになりましたね。はい。で、最後はしっかりね、菊蔵ラーメンっていうね、まずいと言われる、菊蔵ラーメンをね、2箱購入させていただきまして、はい、ありがとうございました。1箱600円からそこそこするんですよ。うん。前も僕食べたんだよね。前の講演会の時多分買って、食べて、まあ普通に美味しいんだけどね。はい。美味しいんですけどね。はい。ほんと、貴重な体験ができたなと思いました。はい。第三国志。相変わらず、3つのサーバー戦争中で、大変なシーズンでございますけどね、今季も。今日は、最近ね、告知って、時ってさ、その活動、この左、ここね、この活動、告知っていうか赤ポチンがつくはずなんですが、ついてないですよね、今回。重要事項だけつくんですかね、わかりませんけど、見逃してた人もいると思います。はい。実はですね、シーズン1の仕様変更が来ております。はい。で、明日12時に、68区が、オープンされるということでおめでとうございます。はい。で、この下にですね、趣向の皆様により素晴らしいゲーム体験の提供及び新たな趣向がより素早くゲームに馴染めるように9月2日より新たなシーズン地図が使用されます。これの実装と同時にいくつかの挑戦もございますということで来ました。ちょっとね、確認できてない方もいらっしゃると思うので、まあ、明日からの新シーズンですね。今のまあサーバーやってるけど、ちょっと新規一点ね、新サーバーでちょっとやるぞとか、新しく第三国志を始めるぞとか、ちょっと無課金でちょっと遊んでみたいと
新シーズンでね。ということに関しては、特には名手をやりたいという方に関しては、結構ね、大きい仕様変更ありますので、各自ね、確認していただければと思います。はい。せっかくなんでね、ちょっと見ていきたいと思います。はい。調整は9月2日及びそれ以降に始まった S1 のみ適用ということで、以前の S1 に対しての調整はございません。で、まず地図の調整ですね。で、最新の 1200×1200 マップが使用されますということで、でも単純に言えばこれ144万マスですよね。で、この第三国志のゲームの大門下、確か200万マスのとかって書いてありましたよね。で、つまり、4分の3ぐらいになるんですかね。要は小さくなるということですね。マップが小さくなるということでございます。はい。関所レベル調整ということで、関所区域圏をレベル7からレベル5に変更ということで、これはね、僕、前々からちょっと言ってたんですけどね。第三国志の七不思議。七不思議とは言うてないけど、区域圏っていうね、関所がございます。ここはまあ今レベル7なんですけども、まあ、レベル5に、シーズン1でもレベル7なんですけどね、レベル5に変更しますよって、何の意味があるんだっていう思う方いるかもしれませんけど、クイ県って北は徐州なんですね。南が陽州なんです。つまりこれ資源州ではないんですよね。資源州関所ではないんです。シーズン1のほとんどは、司令関所がレベル9、資源州入り関所がレベル7、そして他の州間はレベル5というのが大体なんですけども、なぜかクイ県はですね、レベル7と、陽州と徐州をつなぐのにということで、ね、昔から僕言ってるんですよ。なぜここだけ、この戦略的価値とは、とね、言ってた時あると思うんですけども、はい、これがまあ、普通にレベル5になるということでございますので、ね、はい。ミスじゃないよね、別に。ミスじゃなかったんだよね。はい、なんか意味があってやってたんだよ。その意味はね、言ってくれないかわかんないんだけど、はい。ということでございます。それと、大きいですね。これが同盟の最大人数を380人から200人に変更ということで、40% 以上かな、減ということで、同時に同盟レベルの33から50まで必要な経験値を減らしますということでございます。はい、同盟がレベル32に到達するときに人数の上限が最大となります。それ以降のレベルアップでは 人数が増加せず、資源産量、産出量のみが増加と。はい。シーズン報酬を獲得できる人数は、同盟人数に応じて変化します。ということでございました。同盟人数が減るということで、もちろん戦争とかね、工場とか、報酬とかっていうところにも、影響してくるということでございます。はい。で、これ全体的な感想なんですけど、もう一回言いますけどね、主攻の皆様により素晴らしいゲーム体験の提供及び新たな主攻がより素早くゲームに馴染めるよう、9月2日より新たなシーズン地図が使用されますと。うん、何言ってるかさっぱりわかんない。さっぱりわかりませんね、これ。言ってる意味が。どこがどうなってるのかっていう。今のね、調整に対して、素早くゲームに馴染める。とは思えないんですけど。はい。ということでね。おそらくなんですけど、僕はこれが個人的な意見で真実はわからないんですけども、で、新シーズンのやっぱりその、ユーザーですね。第三国志始める方ですよね。新サーバーに入ってくれる人が少なくなっているのではないかと、もう目に見えてね。はい。結構頭打ちじゃないけど、こういうストラテジーゲームというのは日本でもね、そんなすごい人気のあるジャンルではございませんし、ある程度この第三国志とか、そういう系のゲームが好きな人は結構もう入り込んでしまってね、なかなか新規に入る人はなんか少なくなってきてるんじゃないかなと思います。はい。やっぱりですね、このゲームはシーズンごとにその合併っていうのがあるので、次のシーズンがその合併するにあたって、その前のそのサーバーですね、2つのサーバーが最初例えば合併する、シーズン2はね、合併するときにあまりにね、期間が空いたりしてしまったりすると、結構ね、あれってユーザーとしてはなるし、かといってね、その、
バン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 ね、新しいシーズンを出しても、人が来なきゃゲームとしては成り立たないということでございまして、ちょっとまあコンパクト化して、まあしっかりその合併のスケジュール調整とか、そういうのをするためにしたのかなって、まあ個人的には思います。はい。まあちょっと、プロモーションやってないですからね、過去大きいのといえば、その、なんて大三国志だっていうね、テレビ CM 打ったのと、50区の、まあ、アップバンクさんね、マックス村井さん率いるアップバンクさん、しげしげさんとか、ゆきさんとか、参戦された時に、そのファンの方々が多分参加されてて、まあその方々が、ね、続けてるかどうかは分かりませんけど、まあその時に新規が増えただけで、まあそろそろね、なんか何かしらその、でかくポーンとキャンペーン打たないと、うん、新規っていうのはね、これから増えていかないのではないかなと、個人的には思っております。はい。まあ、三国志好きの人はね、もちろんめちゃくちゃいると思いますけどね。だからといってシミュレーションとかストラテジーが好きっていうわけじゃないと思うんですよね。まあ、三国志大戦。今度ね、三国志大戦 M が出ますけどね。それちょっと僕もやってみたいなと思ってるんですけども。そういう系とか、ね、アクションが好きとか、まあ、戦国無双とか三国無双系とかね、ああいうのが好きとかっていう方もいらっしゃいますしね。まあ、好きなゲームは人それぞれだと思うんで、はい。まあ、今後、本当、新規参入に関しては、この2年目を迎えて、うん、3周年向けての一番のまあ課題ではないかなと思いますからね、はい。まあ、どうなっていくのか分かりませんけど、まあ、シーズン1ね、仕様変更が来るということで、皆さんお気をつけくださいませ。はい、ということで、お酒は立ち直ってきませんでした。ありがとうございました。